どうもありがとうございます。黒田正幸です。いつもご視聴ありがとうございます。今日はね、スイカ東方部15枚のアルバム、バーバアグラより、一つの曲ですね、ピュアヒューリーズ、こちらを解説していきたいと思います。ね、で、こちらなんですけども、まあ、めちゃんこ早いんですよ。で、いまだにこう、まあ、早いなと思いながら吹いてるんですけど、これをね、使ってどんなことに気をつけて吹いてるのっていうのをね、説明していきたいと思います。ね、で、まだいつものごとくですね、まあ、このピュアヒューリーズ、そのまま皆さん演奏すること多分ないと思うんで、ね、まあ、似たような曲、今回で言えばね、例えばチロキみたいなね、めっちゃ速い曲、ね、どうやって吹いてんの、ね、まあ、どういうことに気をつけて吹いてんの、いうようなところをね、参考にしてもらえれば嬉しいなと思います。じゃあ一回吹いてみようと思います。吹いてみました。でね、曲全体通して、静かなところ、まあ、静かに吹くところありません、フォルテとフォルテッシモしかない、ね、で、まあ、フォルテッシモっていうかね、全部フォルテッシモかな、うん、でこういう曲でね、まずはそのテンポ速さについて、これはねきついんですよ。ワンツースリーフォー、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 もう手が追いつかないぐらい。これはね、1、2、3、4、2、2、3、4、こういう数え方するとね、もうやっぱ無理ですよ。運動神経もあるんだから。だからね、足でね、こう踏んでる、あのテンポこうね、踏んで、音符踏んでるんだけども、踏んでるって、まあ、ずっとじゃないけどね、踏んでることも多いんだけど、もうこういう曲はね、2分音符で踏んでいい。で、ジャズは2、4だと。だからね、ワン、ツー、ワン、ツー、スリー、フォー、ワン、ツー、スリー、フォー、ワン、ツー、スリー、フォー、こういうのやってらんない。もうね、ここまで速くなってるんだったら、もうね、頭でいい。ブーン、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 こういう取り方でもいいです。もうね。で、まあ、それによる弊害とかもあるんだけども、まあ、とりあえずちょっと置いといて、まずはこれでいいです。っていうのは、あなたの体はそんなに機敏に動くの違うかと。動くんだったらいいんですよ。動くんだったらいいんだけど、まあもう、まあ、もう動かないからね、大会系じゃないので、
そんな訓練は積んでません。なのでそんな速さで足動かないので、もう2分歩です。ブーンブーン、こうとにかく崩れないことね。で最初のうちはね、音符がでかいからまあいいんですよ。長い音符が多いのでね、ブーン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 。ただね、フォルテで吹いてるから、息はたくさんいるんですよね。で息吸うところだけね、やっぱ注意したいですね。息吸ったら後でね、その次の吹くところがね遅れるって、これは絶対 NG。 息吸ってもいいけど、次の頭には間に合わせるね。であと息が足りなくなってくると、まあ、そのすっごくたくさん使っちゃう、そのチャージに時間かかるんで、いっぱいなんですかね、こまめに吸っていい、しょっちゅう吸っていい、別にね。なのでこまめにその肺の中にね、常にまあ息の在庫があるようにしてください。在庫がなくなりましたって言ってから、こういっぱいにしようとすると時間がかかってしょうがないね。で、あとね、たくさん足りなくなりましたって、でそうするとね、絶対次の音符おかしくなります。綺麗に吹けるわけがないね。なので息の在庫が常にあるような感じで心がけてほしいと思います。でね、次B メロ。ちょっと吹いてみたいと思います。これがね、長い音符はちゃんとその音符分の長さ吹きたい。でなるべく、もうちょっとね、できなかったところもあるかもしれないですけど、なるべく四分音符は四分音符分の長さ吹く。これがね、短くなるとね、あ、この人なんかもう慌ただしい演奏に聞こえるんですよね。ね、もう一遍ちょっと吹いてみようかな。今みたいなとこね、これね、なるべく短くならないように、吹いてほしいと思います。でね、あとこれ難しいのはもう一個あって、譜面上この速さで16分音符吹かないといけないんですよ。タン、タタタンタンタン、タタタンタンタン。でそうするとね、これね、また遅れるとかいうことがあるので、きっちり16分音符吹きたい。タタタンタンタン、タタタンタンタン。これね、まあ歌えるように、まず口でね、歌えるようになるのが先かな。で、指はまあまあ、そんな難しい指じゃないので、やればできる話だと思うんですけど、まあとにかくその速い。で、速さに紛れ、なんていうか、惑わされて、まあ、指までもつれちゃうとか、いうことはないようにしてほしい。で、8分音符と16分音符、まあ、たくさん出てくるんだけども、まあ、肝心なのはその一個一個の音符の長さ、これがねいい加減にならない、早すぎてね、もうちょっと分かんないっていうこともあるかもしれないけど、できる限りでいいので、この16分音符はこの長さ、あと休符もねちゃんと挟んでるので、休符もこの長さね、ちゃんと吹けるようにしてほしい。もう一回吹きましょう。
でしかもフォルテの時で、まあ、能力以上のフォルテを出そうとしてしまうとどうしても吹けないっていうことがある。なので、フォルテであることにこだわりすぎて指が、まあ、追いつかないっていうことがないようにすればいい。軽やかに、まあ、これもそうですね、軽やかに吹くっていうことをモットーに、していれば、まあ、音量もついてくるしね、はっきりと聞こえるようになれば、これ多いんだけど、でかい音で吹いてるんだけどはっきり吹いてないんで何吹いてるか分かんないっていうことがあるんですよ。で、よくある、これもよくあるかな、うん、初心者の方にまあよくある現象で、でかい音で吹いてる、吹けるようになりました、まあ嬉しいんだと思うんですよ。でかい音で吹くのはいいんだけども、はっきり吹いてないから何やってるかが分からんのね。これはね、まあ、よくよく見かける現象なので、はっきりくっきり滑舌よくね、発音していってほしいところだと思いますね。まあ自分に出せるフォルテがこのぐらいかなっていうのをね、常に把握しておくべきっていうのがまあ正解じゃないですかね。で、この曲はですね、その後まあ、ブレイクのセクションですねっていうのがあって、おっとっと、ブレイクのセクションというのがあって、そこを、吹いてみようと思います。なりすぎるとね、こうじゃないですよ。こうね、音符の長さっていうのね、ちゃんと見極めてください。これ8分音符でも16分音符でもなくって4分音符、しかもスタッカートもついてないね。っていうことはその分の長さ欲しいんですよ。テンポ早いけど、テンポ早いからなんか短いのかなと思って、プップップッって、こういう音符じゃない。ちゃんと四分音符分長くね吹いて、まあ、音程感ちゃんと出していきましょう。で、後ろのね長い音符に関して言えば、これはね、まあ途中で切ってます。息吸わないといけないので、で、これもね何回もお話ししたかもしれないですけども、まあどこで切ってもいいわけじゃなくて、まあ、適切というかそのリズムの流れに沿ったところで切りましょうね。で、ですね、まあ音がフォルテで演奏してる人でね、多い現象、またねもう一つあって、音が揺れてるってね、ちょっと吹いてみよう。耐えれてないんだよね、筋力が、まあ、そこに耐えれてないので、それはねフォルテすぎってこと、ね、まあ、あなたにとってはでもそう揺れてしまうようであるとね、あなたにとっては揺れすぎ、アンブシャーをね持ってないので、あなたはまだそのフォルテ、そのレベルのフォルテを吹くに適した口を持ってませんということになります。であとね、息足らない人もね、こう揺れる原因になるので、まあ息はね、短い時間ですけども、いっぱい吸うようにして保っておきましょう。でないとね、音揺れます。これ揺れるとね、やっぱかっこ悪いですよね。まっすぐであるべきところはまっすぐ伸ばす。ね。で、あとね、アンブッシャーが耐えれてなくて音が揺れてるのと、ビブラートをかけてるのは全然違います。ね。
ビブラートはかけようとしてかけてるので、うん、高音、まあまあ、あの曲によっても短いビブラートもあれば長いゆったりしたビブラートもあるんだけども、そうじゃなくて口が揺れてるんだね。口が揺れて、もう不可抗力で音が揺れてるんですね。だからこれはね、ないようにしましょう。これはもう全然、何ですか、文を巻き踏えたフォルテを吹きましょう、ね。で、あとね、この曲の中でね、アルバムの中でもやってるんですけども、オーバートーングリスっていうのね、入れてます。で、ちょっと、うん、やってみましょう。これね、レッスン室でこれやってるとね、何事かって人が見に来るんだけど、こういうのをね、入れてます。でこれね、オーバートーンなんですよ。で指はね、もうバタバタしてる、こう細かくバタバタしてる。もうどういう指とかとかバタバタしてる。でオーバートーン吹いてますね。でまたちょっとそのテクニックの方の動画でね、ちょっと取り上げていければいいなと思ってるんですけども、そういった技を取り入れてますが、これやるとね、これ慣れてくるといつでもそうじゃんってなっちゃうんで、これ気をつけましょう。できるようになるとね、しょっちゅうどこでもやってしまう部分があって、そうするとねファラオ・サンダースみたいになっちゃうので、まあ、それは悪いわけじゃないんだけども、なんかいい加減にやってるような感じに聞こえちゃうもんね。ほんの少しそういうことをやるとかっこいいかなとは思います。であとね、そういうそのでかい音とか高い音とかね、吹いていくと、例えば自分の音がでかすぎて今どこやってんだっけとか、そういうことになることもありますんで、余計気をつけてください。まあ、リズムが狂いやすくなるというか、まあ、その自分の出してるそのアウトプットがでかすぎて耳がねこうバカになる。でその今みんながどこ演奏してるの、これね、分かりにくくなる要因の一つではありますね。なのでそういったところに気をつけてもらう。あとはね、アドリブのところになるんですけども、それちょっとまたね他に時間取ってやりたいと思いますね。なのでこういうピュア・ヒューリーズ、ご紹介しましたけど、まあまあジャムセッションの中でね、すっごい早い、曲やろうぜとなった時にはね、ちょっと思い出していただいて、でまあ応用できるところは応用していただきたいと思います。でね、元の曲の方なんですけどね、ぜひ、私ども、ツイッター東方の15枚目のアルバム、バーバウラ、お買い求めいただいて、ぜひ聴いてほしいと思います。では今日もご視聴ありがとうございました。それではまた明日の動画も楽しみにお待ちください。ありがとうございました。